とっておきトーク。皆さんこんにちは。多摩動物公園でチンパンジーを担当しております佐藤と申します。突然ですが、皆さん7月14日は何の日だかご存知でしょうか？7月14日は世界チンパンジーの日に制定されております。子どものチンパンジーが2頭遊んでいる様子をご覧になれたかと思います。このチンパンジーはですね、イブキとプラムという名前名付けられております。イブキはですね、プラムに比べると体がですね、少し大きいのが特徴です。反対にプラムはですね、イブキに比べると お尻の白い毛がですね、長くて目立つのが特徴です。なので、この時期にですね、2頭を見比べる場合はお尻の白い毛に注目していただくとすぐにわかるかと思います。ただこの白い毛ですが大人になると抜けてなくなってしまいます。なので、イブキとプラムがですね、大きくなった時はまた違った面白い特徴が出てくると思いますので、またその時にですね説明していきたいと思います。そんなイブキとプラムですが、今年でですね2歳になります。多摩動物公園にはこの2歳のチンパンジーを含め、上はですね60歳還暦近くのですね、チンパンジーまで含めて、合計19頭のチンパンジーとても幅広い世代のチンパンジーが群れで、暮らしております。ちょうど今あそこでですね、親子見えるかと思うんですけども、そのお母さんと子どものつながりというのは非常に、深いもので、特に動物園の場合では、一生と言っては過言ではないほど、とても強い結びつきがあります。なのでここからは少しお母さんの部分についてですね、少し説明していきたいと思います。まずちょうどそこに見えるのがイブキのお母さんのモモコというんですけども、モモコはですね今回3回目の子育てです。なのである程度ですね、こう子育てのコツというのを掴んでいるようで、割とイブキがもっと小さい頃からですね結構日中他のチンパンジーにお世話をお願いしたりとかですね、少し放任的な部分がですねよく見られた子育てをしておりました。でももちろんですね、イブキに危機が迫った時はですね、ちゃんとすぐに飛んで駆けつけてきてイブキを守ってあげるといった抑えるところはしっかり抑えた、そういったベテラン子育てお母さんですね。で反対に、プラムのお母さんのピーチはですね今回初めての子育てです。なので、モモコに比べると非常に、神経質な部分があります。特にですね、つい最近まで、ここ最近はあんまりなかったんですけども、つい最近まではプラムがですねちょっとピーチのそばから離れていくともうすぐこう捕まえて、抱っこしたりとかですねおんぶしたりして私から離れないようにといった風な感じで、しっかりとプラムの安全をですね、常に、守っているような感じのですね、チンパンジーです。なので、イブキとですね、プラムのお母さんそれぞれ、個性を持ったですね子育ての仕方をしております。なので、ぜひ、ちょっとなかなか今大人の名前は覚えるの難しいと思いますので、チンパンジーのですねこう性格とあとは子育ての経験ですね、こういったことによって、それぞれ子育ての仕方変わってくるんだよっていうのをなんとなく感じていただければ良いかと思います。ここからはですねまたちょっと違った角度からですね子供と大人のチンパンジーの関係性説明していきたいと思います。まずですねこちらの映像をご覧ください。
正解は血のつながりがないチンパンジーたちです。子供と遊んでいたのがオスのチンパンジーで、子供を抱っこしていたのがメスのチンパンジーです。まずオスのチンパンジーはですね、子育てには参加はしないというふうに言われております。ですが基本結構ですね、子供のチンパンジーと遊んでいる姿はよく見られます。ただですね、こう純粋に遊んでいることもあれば、いろいろ考えながらですね、遊んでいるオスのチンパンジーもいたりするんですね。例えばですね、こう群れの中でこう順位争いをしているオスがいた時にですね、こう遊んでいる子供と遊んでいる姿を他のメスのチンパンジーに見てもらうことでですね、この人は子供と遊ぶ優しい心を持ったチンパンジーなのねといったふうに、強いだけでは群れの中で強いですねチンパンジーになれないので、こう強さと優しさを兼ね備えているというふうなチンパンジーとして認めてもらう、そのために子供と遊んでいるというふうな考えもですね、実はあるようです。一方メスのチンパンジーなんですけども、特に若いメスのチンパンジーは非常にこう子供に対する興味が強いんですね。もちろんオスと同じように遊んだりすることもあれば、抱っこして、ちょっとお世話をですね、他のチンパンジーの子供をあやしたりとか、そういった様子も見られたりします。でこういった行動がですね、非常に将来そのチンパンジーにとって役に立つんですね。それはなぜかと言いますと、将来自分が子供を産んだ時に今経験していること、要は他のチンパンジーの子供を抱いたりとか、実際にその子育てをしているところを観察する、そういったことをすることで、将来自分が子供を産んだ時にその技術が見たことが役に立つんですね。ここからはですね、子どもの頃にその群れではなくて人間によって育てられたチンパンジーについても少し紹介したいなと思います。ちょうど今こちらご覧になれるかと思うんですが、オスのチンパンジーで名前をデキと言います。デキはですね、子どもの頃人の手によって育てられて、大人になってからこの多摩動物公園に来ました。で子どもの頃にですね、こう群れの中で育たないとチンパンジーとしてのコミュニケーションであったりとか社会性っていうのを学ばずに育ってしまいます。なのでデッキーもこの群れに慣れるまでですね、非常に苦労をしてまいりました。もちろん他のチンパンジーに攻撃されたりとかっていうのもいろいろあったんですが、何年も何年もゆっくり時間をかけてようやくですね、今は群れの一員として馴染めております。でちなみに、イブキとプラム、子供のチンパンジーなんですけども、まだですね、完璧にはコミュニケーション、挨拶ですね、することはできておりません。子供もですね、今この時期にですね、その大人のチンパンジーがやっている行動、挨拶であったりとか、その他には道具を使っているところとかですね、見て、覚えるっていうのをとにかく繰り返して、一生懸命今学んでいる最中なんですね。なので子供にとってこの時期、子供の時期というのは非常に、大切な時期となっております。当園でもですね、これからも継続してこういった群れで生活するチンパンジー、なるべくですね質の高い生活を送ってもらえるように、これからもですね、子どものチンパンジー、大人のチンパンジーが一緒にコミュニケーションできるような環境を用意していきたいと思います。最後までご視聴どうもありがとうございました。